今回は一般的な債券の仕組みと特徴の論点についてお話ししたいと思います。債券は会社が資金を調達するために発行する借用証書が金融商品になったものです。会社が債券を発行するということは会社がお金を借りるということで、投資家が債券を買うということはその債券を発行している会社にお金を貸すということです。通常のお金の貸し借りとは違って、お金を貸した人が債券を途中で誰かに売ることによって、満期を待たずに直でお金を回収することができます。なお、現在は債券はすべて電子化されていますので、紙でできた債券を見ることはもうなくなってしまいましたが、債券に関する用語は紙の債券があった時と変わっていませんので、試験対策上は紙の債券があると思って考えていただいた方がわかりやすいかもしれません。ちなみに紙でできた債券のイメージは画面の通りです。発行している会社の名前が書いてあって、金額や利息、それから借用証書ですので、お金を返す期限も書かれています。債券は通常半年ごとに利息が支払われますので、額面が100万円で年利率が 3% だとすると、1年間で3万円、半年ごとに1万5000円の利息が支払われます。そこで、紙の債券にはハンバーガーショップのクーポンのようなものがついていて、そこには利息が支払われる日付と利息の金額が書いてあります。で、利払い日が到来すると、これをちぎって金融機関に持っていけば、利息を受け取ることができる仕組みになっていました。で、これを利札と言い、英語ではクーポンと言います。では続いては債券の用語についてです。で、まず、償還というのは、お金を返すという意味です。ですから、償還日といえば、債券の満期日ということになります。次は額面金額です。これは、紙でできた債券があったときに、債券に印刷されていた金額で、発行会社が満期日にこれだけお金を返しますよという金額です。発行会社がこれだけ貸してくださいという金額ではないですし、債券の時価でもありませんので、間違えないようにしてください。次は表面利率です。定期的に支払われる債券の利息の利率は、額面金額に対する割合で表示されます。利札、英語で言うところのクーポンに影響を与える数字ですので、クーポンレートとも言います。それから残存期間は満期までの期間で、発行価格は債券が新しく発行される時の価格です。発行価格と額面金額は、金額が同じこともありますが、全く別のものですので、勘違いしないようにしてください。それについては次で説明したいと思います。では次は、債券の発行形態についてお話ししていきます。繰り返しになりますが、債券の額面金額は、債券を発行する会社が満期にこれだけお返ししますよという金額です。ですので、今これだけ貸してくださいという金額とは異なり、100万円返しますから100万円貸してくださいということもあれば、100万円返しますから99万円だけ貸してくださいということもありますし、稀に100万円返しますから101万円貸してくださいというケースもあります。当然、一番最後のケースでは利息が高くなって、貨幣価値の変動を考えなければ、投資家がトータルで損をすることはありません。このように、
債券の発行形態には3種類あって、額面金額と同じ金額で発行するものをパー発行と言い、額面金額未満で発行するものをアンダーパー発行と言い、額面金額を超えた金額で発行するものをオーバーパー発行と言います。で、アンダーパー発行では、払った金額と返ってくる金額との差が利益になります。これを償還差益と言います。逆に、オーバーパー発行では、払った金額と返ってくる金額との差で損が生まれます。これを償還差損と言います。さて、これを踏まえた上で、もう一度債券の用語の話に戻りますが、例えば、ある債券の価格が40万円であったとき、その債券は高いと言えるでしょうか、安いと言えるでしょうか。ちょっと意地悪な問題でしたが、この問題は額面金額の条件が不足していますので解けません。もし、額面価格が40万円であれば、40万円払って40万円戻ってくるので、それなりだということになるかもしれませんし、額面価格が40万円よりも高ければ、40万円払ってそれ以上返ってくるので安いということになるかもしれませんし、はたまた額面価格が40万円よりも低ければ高いということになるかもしれません。このように、実は、額面価格はいくらでなくてはいけないというルールがありませんので、いきなりその債券の時価を提示されても、額面金額がわからないと、その債券が高いのか安いのかをすぐに判断することができません。そこで昔の人は、債券の価格を実際にやり取りされる金額で表現されるのではなくて、額面価格の何パーセントの値段かというふうに表現しようと考えました。これだと、もし債券の価格が額面価格の 100% を切っていれば、償還を迎えた時に差額が儲かるとすぐに判断することができますし、どの程度高いか安いかもすぐに判断することができます。ただ、実際にはパーセントを使わずに伝統的な言い回しがあって、額面100円あたり何円というふうに表現します。言っていることは、債券の価格が額面価格の何パーセントかということですので、同じことを言っているわけですが、早めに慣れてください。では続いては、債券の分類についてです。債券はいろいろな観点から分類することができます。発行体による分類では、国や地方公共団体が発行する公共債、民間の株式会社が発行する民間債、外国の発行者が発行する外国債とに分けることができます。株式会社が発行する社債は、民間債の代表的なものです。利払いによる分類では、毎回の利率が固定されている固定利付債、表面利率が変動する変動利付債、定期的な利払いがなく、アンダーパー発行されて、償還差益を期待することができる割引債とに分けることができます。また、募集対象による分類では、不特定多数の投資家に対して募集される公募債と、特定の限られた投資家に対してのみ募集される私募債とに分けることができます。それから発行時期による分類では新しく発行される新発債とすでに発行されている揮発債とに分けることができます。では最後は債券のリスクについてです。債券のリスクには信用リスクというものがあります。これは債券を発行している会社を信用できるかどうかというもので、簡単に言えば
きちんとお金を払ってくれるのか、利払いが滞らずに満期日にきちんと額面金額が償還されるかどうかというリスクです。ただ、一般の投資家が債券の安全性を分析することはなかなか難しいですので、債券の安全性を評価することを専門とする格付け会社が債券について格付けを行って、一般の投資家がそれを参考に投資を行っています。格付けは一般的に WB 相当以下ですと、投資不適格債だとかジャンク債と言われて、投資というよりも投機的な債券であるとされます。で、この信用リスクが高いと格付けは低くなって債券の人気が出ませんので債券の価格は安くなります。逆に信用リスクが低いと格付けは高くなって債券の価格も高くなります。なお、債券の利回りは債券の価格分の債券から得られる1年あたりのリターンで求めることができますので、債券の価格が低くなると分母が小さくなって利回りは高くなり、債券の価格が高くなると分母が大きくなって利回りは低くなります。ちなみに同じ債券であっても格付け会社によって評価が異なることがあります。これはすべての格付け会社が同じ格付けしか出さないのであれば、格付け会社が複数存在する意味がありませんので、当然といえば当然です。で、それから同じ会社が複数の債券を発行した場合、発行体が同じでも銘柄によって格付けが異なることがあります。で、これは同じ発行体が発行した来月償還を迎える債券と10年後に償還を迎える債券とを比べた場合、来月はきちんとお金が支払われそうだとしても10年後にその会社がどうなっているかはわからないので、10年後に償還を迎える債券の方が格付けは低くなると考えれば納得していただけるかと思います。では次は金利変動リスクについてです。これは債券の価格変動の一番大きな要因で、文字通り金利の変動によって債券の価格が変動するリスクです。そもそもなぜ債券に投資するのかといえば、銀行にお金を預けておくよりも金利が高いからです。例えば、銀行にお金を預けておくと、ほぼほぼ元本割れすることはありませんが、金利が 1% しかつかない一方で、社債を買う、つまり株式会社にお金を貸すと、会社が潰れるとお金は戻ってこないリスクはありますが、金利が 2% つくとします。で、そうすれば、会社が潰れて損をするリスクをとっても、2% の金利が欲しいという人が現れて、その人たちが社債を買います。で、要するに、債券の魅力というのは、債券の金利と銀行の金利との差によって決まると思ってください。ですから、銀行の金利が上がると、わざわざリスクを取って債券に投資する魅力が薄れて、債券の価格は低下します。逆に銀行の金利が下がると債券に投資する魅力が高まって債券の価格は上昇します。で、ちなみにこの金利変動リスクは債券の残存期間が長いほど大きくて表面利率が小さいほど大きいんですけれども、これについては次で確認したいと思います。で、まずは残存期間と金利変動リスクについてです。で、ここに残存期間2年、表面利率 2% の
社債 A と残存期間5年、表面利率 2% の社債 B があったとします。で、この時、銀行の金利が上昇すると、社債を持ち続けることは不利になるわけですが、社債 A はその不利な状態が2年間続くのに対して、社債 B は不利な状態が5年間続きます。で、そうすると、社債 B の方がより人気がなくなりますので、価格の下落も大きくなります。で、このように金利変動リスクは債券の残存期間が長いほど大きくなります。で、次は表面利率と金利変動リスクの関係についてです。で、今度は残存期間2年、表面利率 3% の社債 A と残存期間2年、表面利率 20% の社債 B があったとします。で、この時、銀行の金利が 1% から 2% に上昇すると、社債 A は銀行の金利との乖離が大きく縮まります。で、一方、社債 B は銀行の金利との乖離はそれほど縮まりませんので、金利が上昇しても比較的それが気にならないと言えます。で、このように金利変動リスクは表面利率が小さいほど大きくなります。で、最後はその他のリスクについてですが、債券には信用リスクや金利変動リスクの他に、投資対象としている国や地域の政治経済情勢などにより債券価格が変動するカントリーリスクや、発行体が満期日が到来する前に途中召喚して当初見込んでいた通りの収益を上げることができなくなる途中召喚リスク、それから為替の変動によって資産価値が上下する為替変動リスクや、中途換金をする場合の需要と供給のバランスによって換金が不利になる流動性リスクなど、様々なリスクが存在します。が、とりあえずは信用リスクと金利変動リスクをしっかり理屈を踏まえて覚えておいてください。それでは、今回はここで終わります。ありがとうございました。